はい、じゃあ猫じいじさん、はい、東京で救助しちゃうんです。よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。こんにちは。今回猫じじさんということで、はい、最強 B 級女子チャレンジ、うんうん、21人目の挑戦者となります、はい、ありがとうございます。もう長いよね21人。すごいです ね、20人超えてきたよね、うんうんうん、前回鳥猫さんからの猫じじさんということで、はい、うんうんうん、ね、まあ、猫つながりっていうか猫この業界の人さ、猫好きな人多いよね。なんかあのビリヤード場でも猫いたりとかね、そういうのはあるよね。あれ触っちゃいました。おばあに触っちゃったの。初手ファール。黙ってくれ。猫じいじさんなんですけど、はい、猫じいじさんは、なんだっけな、きっかけは、もともと、ひろたまをね、よく、楽しみに、うん、してくれていて、で、なんだ、ゆりちゃんの最強 B 級女子チャレンジの、アッキーの剣。剣アッキーの回をの剣で、で、まあ、ゆりちゃんがアッキーに負けて、で俺がその敵討ちでアッキーと対戦して、でさらにまあアッキーほらクソ弱えから俺アッキーに勝つじゃん。弱くない。でそのアッキーの敵討ちってことで、コメントを、そうそう、いただいて、でそれきっかけで、じゃ あのせっかくなんで最強 B 級女子チャレンジ やりますかってことで、わおっていうことで、あのご連絡いただいたんですね。そうで、今回のこういうことになったわけですね、はい、ありがたいですね。ありがとうございます。さあ、これは直引きですか。そう、ね、あ、綺麗に火が入ってくる名前ですね。はい、これはじゃああとは止めて、止めるだけですね。ね、止めて吸盤入れるだけですね。おい、入ったね。あと吸盤、あんなのね、簡単な吸盤入れるだけですね。はい、トーンって、はい、強すぎたね、これは。あ、なるほど。いや、なんか何そういうこと言うようになってきたんだね。ああいうのね、ふわっとね、ふわっとしすぎもダメだし、強いのもダメだしって感じ。そう、まあ、そういうのはもう練習なんで、練習と経験だよね。あ、危ない。さあ、猫じいさんに1点生成されて、あ、バッチリ2番に取り出しが隠れましたね。まあ、惜しい。あ、惜しい。猫じいさん、社長さんなのよ、この人。あ、そうなんですか。うん、知ってる？普通の大企業の、大体社長さんって服装がもう決まってて、ニャインボールチャンネルの T シャツ着てるでしょ。そう、ナイスですね。いや、どこに出したんですか、私。どこにも出さないです。大丈夫、レール際に出してニャインボール、あ、おっと、おっと、これ縦番行ったでしょ。足がいるからね。社長さんはね、だいたいアルマーニのスーツ着てるか、ニャインボールチャンネルの T シャツ着てる。でもニャインボールチャンネルの T シャツって結構みんな着て、うわー、あ、危ない危ない危ない、ギリギリあるべ、これギリギリあるね。この T シャツなんかあれですよね、珍しいって言ってたから。あ、そうなの。プレミア的なやつだ。多分もう売ってないやつだと思う。あ、本当。あ、そうなの、よく知ってね。なんか、やっ
で、小じいさんから聞いたのか、誰かから聞いたような気がするんですよ。ゆりちゃん、これサイド行く？なんかさ、にゃんぽろチャンネルの T シャツって流行ってるのかな。可愛いなって思ってます。そのビリヤード系 YouTuber で出てる T シャツの中で、うん、一番見た気がする、見てる気がする。パラにもね、2、3人いるよ。これ着てる人、まあ、これかどうかわかんないけど、プレミアなんでしょ、これ。これ持ってらっしゃる。あ、しました。これ持ってらっしゃる方は見たことありますね。あとは嫁市さんとか来てますよね。ああ、そうだね。みんな来てんだよね。うわ、すげえよ、ここだよ、こういうとこだよ。あなた、こういうとこだよ。はい。さあ、これは9番は右上コーナーに出しますね。左上をつくのかな。あ、ちょっと下目をついちゃった。はい、あ、レールが好きだからね。じゃあ、ね、とことんレール出すからね。でも、得意のいつものシュート力でバシーンって。どういうこと？どういうこと？いつも通りですよ。普通ですよ。こういうこと、ちょっと強いさあさあさあ、さあ、いいこと理解しました。こんなの入ったことなかった。猫じいさん永久ということで、5-4ですか、今回は。はい、さあ、これも入れに行く。あ、行かないね。おっと、間違えた。例えば、いや違うの。セーフティーみたいな感じだったんじゃないかなと思うんですけど、間違えて手玉入れちゃいました。さあ、これストップで行って、ちょっと叩き気味でずらそうとしたんだよ、横スライドで。これは4番を左下コーナーに取らないんだね。うわ、こういうとこがね、すごいよね。やっともうコンディション合ってきた。絶対できないやつだもんね。さあ、これは殺し気味に取って、これでちょっと熱くなっちゃったのかな。どうするでしょう。はい、流し引きみたいな。すごいね、こんなのできねえわ。さすがの永久さんですね。はい、この逆切ってレールにくっつけないからね。これなんか左入れてレールに行っちゃうからな。素晴らしい、ね、ネコティさんはもう3ミリにも時々いらっしゃるみたいで。あ、そうそう、この人は何だろうな、立地っていうか、場所的にはあの、武蔵野っていうか、なんか前は、の立川、あ、はいはいはい、前あってなくなっちゃったのか。そうそう、まあ今なくなっちゃったんだけど、なんかそこがなんかホームだったのか何なのか。だから中央線っていうか、で今サンビリにも結構来てるでしょ、あの荻窪のね、あのハチプロのレッスンの日にいらっしゃってたりするって言って、セーフティーに行くんですね。セーフティー、あ、普通あの1がどこにもなかったので。なるほど、なるほど、なるほど。あの得意のグラッツさんを苦しめた。いやいやいや、まだ1ファール、1ファールでもないな、1なんだっけ、1セーフティー、1セーフティー、ね、これから2セーフティー、3セーフティーってあるの。いや、ありそうだね。いや苦手なサイド、すごいいっぱいで入れてきました。さあ、3番、はいはいはい、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。いやいや、それで3ミリで、私
私もよくやってるから。サンビリでやってるからゆりちゃんがねよくサンビリでやってるから機会があれば今度行こうねって言って行ったんですかそのまだ行ってないまだ行けてないの、うん、これねリコジーさんといつだろういつぐらい5月ぐらいじゃない、うん、5月ぐらいゴールデンウィーク過ぎぐらいだった5月8日あよく覚えてるな、すげえなたまたまさすがの記憶力はい、ゆりちゃん来ました取り切りましょうねさあ、4番サイドは当たり前なんだけどもこれ5番もサイドじゃないですかコーナーから止めて、ゆりちゃんはね、なるべく手玉を動かさないようにやるタイプの人なのでこれ5番右上コーナー動かすタイプの人で、まあ当たり前だけど左下でちょっとまあうんそうだねここはなるべく8番に厚く出してってなっちゃってこうなっちゃうんだよなそうなんだよなおー8番にめちゃくちゃ厚く出したねさあ残りがきつい。猫爺さんこれは攻めるのか攻めないでしょうね。なんか結構守り。うん、あ守ったね。完璧にこれ守ったでしょう。そうなんですか。ナイスセーフティー。さあこれは回すやつ。引くな引くな。あはいはいはい。あいやいいんじゃないでしょうか。まあね、これがね、これはもうバター、ヒラさん、あ、バターいきますか、切り返さない。切り返してもいいかもしれないけど。切り返しに行ったら、ね。切り返しに行って、すっごい入っちゃったね。ああいうのはね、切り返すか、引っ張るか悩むよね。なんか遠くなっちゃうと、引っ張らないかなって思って。ここはさすがの A 級さんだわ。ナイス。ああ、おお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 、ナイス、ナイス。これは取り出しいいじゃないですか。まあちょっとつきづら、つきづらだね。2番どこに取るんだろう。右を構えてるかな、そうだね、惜しいね。さあ、こういう球ですね、ゆりちゃんね。2番どこに取るんでしょうね。俺ね、多分ね、2番サイドだと思うよ。上のサイド。上のサイド、うん、手玉が一番動かない。おおおおお本当はどうしたかったんでしょうか。なんかぶつかった。右下、左下か。左下のコーナーに出して。スクラッチがちょっと怪しいな。大丈夫か。大丈夫だね。ナイスナイス。うん、ナイス。さあ、熱くなったけども、どうするんだろう。押そうとしている。これをぐるっと切り替えるんですかね。本当はなんか、5番上のサイドのイメージだったかもしれないね。さあ、こういうのもな。これどう人によってこれどう見てもこう、うまいよ。危ない。これはつきづらくなったけど、まあ飛んでいくっていうか、ガーッといって、ナイスですね。ここだよね。これもまあ下目でいくのかな。流すのかな。下目でいったね。流したら当たっちゃうかな。さあこのまあまあ遠いこれはこれはワンツーでいくのかな。どうだ。ワンツー。いやそれはちょっとダメだ。あっちだったんですね。なるほど。あそこもね、ラインで出しに行くのか、うん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 、ね、
右下か右上かっていうのは何かね、人によって違うんだけど。さあ薄い。あ、これ思い出した。思い出した。思い出した。これどうするのかって。じゃあ外すときは薄くだよって言ってた。あ、ほら。ああ、そういうの覚えてんだ。なるほど。汚れが難しくなるからね。それ意識したら一生スカスしてそう。そうそう、まあ、どっちもあるんですよね。そうすると入らなくなるっていうのもあるし。そこは経験なんだね。これは簡単に薄く外したけど簡単に残っちゃったやつだ ね。まあ、さあこれでリーチか。そっか。これで、うん、さあ今んとこやられっぱなしですね。シーバーは1回だけか。あ、序盤は2番はサイド行くのかな。2番じゃない、や1番サイド行くのかな。サイドでコーナー行ったんだ。うまいね、うん、あ、これも覚えてるぞ。覚えてる。これは右を入れるんですかね。右上ですか。あ、入れないかも。おお、なるほど、うまい。すげえな。これはなんならキスインもあるやつですね。さあ、で、4番。おお、すげえ、こういうふうに動くんだ。そうするとサイド行って5番は左上コーナー。あ、逆切ったからサイドだね。あ、もういいじゃん。あら、これはこれはですね、これはですね、ちょっと暑いけど、止めて、レール際だけど、ちょっと離れるかな。そう、そう、で、入れるだけ。うわー、完璧だ。これは見てて気持ちいい。はい、ナイス。ありがとうございました。これで、マスワリアラムですね。2ゲーム目に続きます。